持ってるだけ、これでいいです、うん、分かった。ただずっと持ってるだけで、そこ映ってればいいってことね、はい、私もだね、きっと知っています。だってあー、タミエさんお疲れ。昨日お疲れ様でした。レイ、あれ、インド、インディアン、そう、インディアンしなかった、インディアンしなかったのね。バルベラしなかったよ。え、目立って、いたずらに目立つじゃん。え、いたずらに目立つよ。だからいいんじゃん。あー、どうもすいません、無理して申し訳ないです。どちら地味ですね。え、そうだよね。通勤で話したんです。そうそう、必要かと思ってた。あー、ごめんなさい、お疲れ様です。なんか目立ってます。あ、いい、これ、あの、もう、はい、あの同時中継してるんです、こうやって。あ、そうですか。じゃあ、失礼しません、バルアーティスト。はい、はい、バルアーティストの年次でーす。自己紹介いっぱいお願いします。じゃあ作品を見てみましょうか。はい、これからデモに参加する人たちの年次さんの作品、その1、これは何ですか。うさぎです。かわいいですねー。あ、腕にも何かありますね。お花ですね。かわいい。はい、ここにもすごいかわいいバルーンの帽子をかぶった人がいます。どうですか、つけ心地は。なんだろう。自分では分からないかもしれませんね。初心者。とりあえず面白いね。ねえ、かわいい。あ、はい。はい。お願いします。それではですね、今日も皆さん集まりましたので、また例によって、一人ずつ喋ってもらいたいと思います。その前に今日はバルーンアートの仕方がまたいらしてまして、素敵なバルーンアートを作っておられます。ちょっとねんじさん、はい、ちょっと、ね、自己紹介を前どうぞ。おはようございます。おはようございます。と申します。私、ホスピタルグラウンドという活動をしてまして、こういう風船を作って、病棟に子どもたちへお笑顔を届ける活動をしています。その仲間も集ってますので、皆さん、興味ある方は声かけてください。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。それではまたですね、一人ずつ、好きな声を上げていきたいと思います。それではですね、最初はどうしましょうか、こちらにいらっしゃる高橋さんから、まず、有田さん、そうかな、あとです。じゃあ、トップバッターだったら、伊藤玲子さんでしょうかな。社長さんにしたら、私、いいよ、あとで。後ろに源さんもいらっしゃるし。あ、じゃあ、片桐さんお願いしていいですか。なんでもいい。あ、そっか、どうしようかな。いや、なんか何も喋ることがない。今、いや、やれてればやるけど。あ、ゲイさんやるって。もうやるの？はい。トップバッター。まあ、皆さんこんにちは。こんにちは。やってますかね、家で。よろしくお願いします。今沖縄の基地撤去。それからやっぱり大きいですね、何としても基地を撤去してもらいたいということで、新潟からも労働交流センターの仲間が行ってますけれども、沖縄に行って、基地撤去の戦いをですね、やってます。中山知事がですね、そのオスプレイという新型ヘリコプターをですね、政府はアメリカと共謀して、沖縄の基地にですね、普天間、内社、ハデナに、ね、配備しようとしていますので、本当に危険な飛行機なんで、新型ヘリコプターということですけれども、これをですね、
基地に入ってます。本当にこの墜落の可能性がある、よく事故を起こす、別名ですね、未亡人製造機、まあ、こういうですねあだ名を、なんか気持ちの悪いようなあのあだ名が付けられている新しいヘリコプターなんです。垂直ですぐ飛び立って、ガソリンを追加すれば、航続キロは距離を非常にあの長いヘリコプターだということなんですけど、中山話を元に中山知事が、そんなに安全だったら、東京に皇居でも作ればいいか、こういうふうな、与党 の, あ, のあれですよね、保守系の知事とは思えない過激な発言をしてます。原発と同じことですよね。そういう意味で、沖縄返還から40年、節目の年になりますけれども、基地はますます機能強化される、アメリカ軍は、米軍はですね、日本韓国をですね、抱き込んで北朝鮮そして対中国に対してですね、大きな布陣を敷こうとしています。で中国もこれに対して反発するかのような形でですね、対外的な膨張政策を取っています、私らはですね、侵略戦争をですね、やってはいけないということで、この間、戦いを進めてました、沖縄を、岡山ではですね、この北朝鮮 の, あのロケットに対して、日本政府がですね、破壊処置命令をしたことということについて、そんなとんでもないことするなということをですね、訴えてやってました。全くその通りだと思います。今日はあの天気がいい中、私も仲間に声かけられて、あるいはメールが回ってきたんで、チラシ配りに来たような次第です。皆さんと一緒に頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。いいですか。じゃあ次、矢沢さんお願いしようかな。何かあの前に出て声を上げたいって方はいらっしゃいませんか。どなたでも結構なんですけど。じゃあ八代さんお願いします。皆さん、九州ご苦労様です。青年の八代です。今、新潟市一般労働組合で解雇撤回の戦いを続けておりますが、相変わらずその声優企画、あ違う、マシンテクノをですね、職場復帰を認めません。団体交渉申し入れてますが、それもあの拒否というか受け入れてはないので門前のビラ巻き続けております。支援の仲間の皆さんとあの労働者との団結を求めて戦っていこうと思います。で、まあ、やっぱり自由主義という中で青年が生きづらい世の中になっております。で、その、ね、簡単に首を切られるとか派遣もその短期契約や、日雇いそういうのばっかりですね。そういうのでしか生きていけない青年が多くいます。そういう中をやっぱり労働者が変えていかなきゃならないなというふうに思いますので、そういう青年とのつながりを私たち、僕は作っていきたいなと思います。あとですね、昨年来3月11大震災と原発事故本当に許せません。で、全国で戦いが起こっています。新潟でも脱原発アクションデモ、パレード、行われました。その全国の戦いで今日本に54基ある原発すべて止まっていますね。柏崎刈谷も、7基停止しております。やっぱり、まあ、その全国の運動の力でやっぱり止めたなというふうに思います。で、という中で、ナゼンという組織が立ち上げられましたけれども、原発反対の、運動の先頭に立ってデモを戦ってきました。3月11日、
郡山市で、行われた、集会でも、あそこ1万6000人全国から集まって戦い抜きましたけれども、まあ、そこでも、頑張って、戦いました。で、まあ、僕も福島出身なんで、まあ、ですね、本当に全国の仲間とともに声を上げて原発をなくしていこうということで、今後とも戦っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どなたでもいいんですけど、じゃあ吉田さんお願いします。皆さんお疲れ様です。台湾ハウスの相手取ってます、全国の吉田と申します。パワーハラスメントと総会校を伝えております。去年ですね、新潟市で残念なというか、すごく腹立たしい判決が出まして、今は東京と新潟を行ったり来たりしながら、東京葬儀団というところに加盟して、東京での書店も作り、東京高裁での審理に向けて、活動中であります。もうとにかく当たり前に普通に働く、そういう環境が欲しい、この一心でこの裁判もそうですし、それ以外のところでもそれを訴え続けていこうと思っています。今日のメーデーデモパレード、この思いを伝えられればなと思って参加します。どうぞよろしくお願いします。どなたでも声を上げたいって方、松井さんどうですか。どなたでもいいですよ。喋りたいって方、2回3回でもいい。お願いします。はい、今日は久しぶりに晴れた 青空ということで、参加の皆さんご苦労様です。今アピール話してもいいってことなんで、2つ枠に話したいんですけど、なかなかこういう場所だと実利の話な、現実の話なんで、なかなか、出ないと思うんだけども、今言われてる消費税、これそもそも消費税反対なんだけども、消費税を上げるっていうのに大反対というふうに持っているところです。それとこれもあれなんだけども、社会保障費を削減するというような無給付を減らし、保険料を上げるというような話なんだけども、これも反対というふうに声を大にしたいというふうに思います。そして今ギリシャとかフランスなんかでそういうほら社会保障を減らすとか消費税を上げるっていうのに国民が大反対ということで、また騒ぎになってるんだけども、そういうのにもフェールっていうか連帯していきたいと、気持ちだけでもね思っているところです。そういうことで、それと今日朝ちょっと出かけるときに新聞見たんだけども、日銀のなんか偉い人が記者会見かな、インタビューかなんかで財政の規律を維持しないとまたもやそのインフレが再燃するというような話してるんだけども、これもそういう立場の人から言わせればそういう話言わざるを得ないんだろうけども、俺ら庶民から立場から言うと全くとんちんかんな話で、金持ちから消費税なんだ取ればいいっていうか、
払わせればいいと、まあ、1% から取らせればいいんじゃないかというふうに私自身は思っているところです。まあ、そのことで、社会がグローバル化していることもあるわけで、まあ、全世界の労働者と連帯団結して社会を変えましょう。ありがとうございました。どなたか前に出て喋りたいって方はどなたでも大丈夫ですけども、はい、どうしようかな。でも伊藤さんどうぞ。なんで押すと大丈夫。皆さんこんにちは。返事が返ってこないな、さつきな。こんにちは。私は子どもの未来を心配です。瓦礫にしても原発にしてもその他諸々のこと、子どもたちの将来に全部背負わせてしまうような形にならないように私たちはやらなければならないんじゃないでしょうか。その他いろいろ問題があります。そういう問題をちゃんと目を見て自分のこととし見つめて行動していく勇気、皆さん持っていただけたらありがたいと思います。ここに集まっている仲間はみんなそれで集まってきてます。皆さん、行動しましょう。とにかく、自分が今その時できることを行動で起こしていただけたらありがたいなと思います。例えば、署名とか寄付とかこういう更新とかそういうところに皆さん行動で示しましょう。以上です。ありがとうございました。どなたでもいいですよ。どなたか喋りませんか。矢沢さん喋る？いい？松井さん喋る？まだいい？マキーさん喋る？あとなんかちょっとか。じゃあ。ちょっとお休みします。失礼します。第4回個人参加のシリーズメーデーということで皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。じゃあ私からは震災瓦礫の受け入れについてリードさせていただきます。今新潟5市、長岡、新潟、柴田、柏崎、それから三条で宮城震災瓦礫の受け入れが決められてしまいましたが、絆とか分かち合いとか、そういった、片方でかわいそう一緒に痛みを分けなければいけないということで震災瓦礫を受け入れなければ心がないというようなそんな感じで受け入れをが賛同を得ているようなことがとても危険に思えてなりません。一応母子で100ベクレル以下のものしか受け入れないというふうに言っていますが、焼却によってどんなものでも濃縮されてしまいますし、放射能というのは焼却したからといってなくなるものでは決してありません。それは福島他の地で行われている除染についても言えることで、除染は遺染と言われています。放射能はなくせるものではありません。一方的に危険な放射性物質を持った瓦礫を受け入れないということではなく、瓦礫ではなく人を受け入れ、
むしろその瓦礫が危険であるならば、それを早く集中して処理できる施設を作って、そこで専門的に拡散せずに処理するということが大切、それが第一だと思いますし、危険であれば避難させるという、どこまでもやはり国の対策、国の決定がなされないところに問題があることだと思います。東日本大震災から1年余が経ちましたが、状況は全く変わっていない一方か、何もされないままこの状態が続いているということにもっと憤りを感じています。国任せ、それから、行政任せ、世論任せにしてきた私たちにも一人一人にも責任があるというふうに考えています。今までと同じ暮らし方や生き方ではなくって、一人一人が何ができるかを考えて、よく言われていることですが、新聞ニュースに関心を持ち、自分なりの意見を持って動くことが大事です。数、多く震災瓦礫についての学習会が開かれてますので、皆さんどうぞ、関心を持って情報を手に入れて、正しい知識、基礎的な知識を身につけるようにお願いしたいと思います。ありがとうございました。はい、次、次じゃあ、私しましょう。はい。じゃあ、マケイさん。じゃあ、喋った人がどうだって。多分、2回喋ってもいいんじゃないかもし、いいかもしれないね。交流センターのマケイです。今、瓦礫の話ありましたけど、私たちも瓦礫の受け入れについては絶対反対です。実は私、廃棄物処理の最終処分場で働いたことあるんですよね。市役所にいたもんですから、何が持ち込まれるかわからない、これが真実なんですね。大学の先生が持ち込んだものも、これは絶対大丈夫ってものが、翌日にはもうもうと煙が出て、大学の先生が来て、なんで煙が出たのかわからない、これがね、最終処分場のね、姿なんですよ。だから瓦礫は何が持ち込まれるかわからないっていうのはね、自治体に私働いてましたのでよくわかります。絶対反対していきましょう。それからですね、5日に原発がついに全部止まりました。でもう二度と動かしちゃならない、私たちはそういうふうに戦っていきたいと思っています。20代の頃原発運動にかかって、まあこんな日が来るというふうには私は思いませんでしたけども、大井原発、それから伊方原発含めて、ほとんど反対の声が圧倒的です。この力をですね、もっともっと広げてですね、原発を廃炉に、そういうふうなところへ私たちは追い込んでいきたいと思います。とにかく先ほど八代君も言いましたけど、ダメだと思ってたのが、多くの人たちが、ね、デモに立ち上がる、意見を表明することで困っちゃうわけですよね。この力だというふうに思います。それでもう一つだけ、あとは私たち非正規職撤廃、貧困をなくせ、こういう戦いを、ね、やっていきたいと思っています。これもね、やっぱり行動だと思うんですよね、今日のような集まり。あとは労働組合だと思うんですけど、やっぱりなんでこんなに非正規職が広がったのか、その原因はですね、やっぱり新自由主義、金儲けのために何でもやる、その始まりはやはり国鉄の民営化ですよね。国鉄の分割民営化ですか、電車の研修業務、電車の修繕、それをですね外注化に出すっていうんですね、外注会社に出す。その挙句の果てはどうなるか、それは外注に生かされた正規職員が非正規化されるということです。やはり国鉄の分割民営化から非正規職が拡大して貧困が拡大してきた。だから私たちは絶対にこの根っこをね、正さなきゃいけない、国鉄の分割民営化を正さなきゃいけない、こういうふうに考えています。一昨年ですね、国鉄分割民営化に反対してきた1047名の
こう和解がありました。でも私たちはこれに断固反対して、あくまで解雇撤回を貫いていく、新自由主義の好き勝手を許さない、そういう立場で、活動しています。でもですね、重要なことはですね、今JR の外注化が止まっているんです。なぜ止まっているかというと、千葉のですね、道路千葉という組合がですね、外注化を止めているんですよね。外注化、道路千葉が戦っているおかげで、外注化がね、JR 東はできないんですよ。で、なぜそうなったのかというと、組合は違うんですけど、外注化がどういうことになるか、非正規職に行くんだ、いずれは非正規職が拡大するんだということで、組合の違いを超えてですね、外注化反対の声が高まったんですよね。だから外注化はね、絶対に私たちは阻止できる、こういう戦いをね、やっていこうと思ってます。それで、6月4日に出荷ありますので、皆さんよろしくお願いします。ちょっと長くなってすいません。いや、長くていいんです。いいの？はい、いいですよ。じゃあ、指名権いただきましたので、高橋さん、指名権私だから。あ、高橋と言います。原発の反対の運動とかいろいろやってますが、今日はマイクにいろいろ貼っつけてきました。皆さん誰もプラカードないですね。目立たないよ。後ろが JR の下なんだけど、ここで集会やってるとね、見つかるんですよね。お前やってたろって。いいんですけどね。今牧野さんが話したけど、僕たちは一般の市民で、なんかこういう意思表示の場ってこういうところしかないんですけど、労働組合の人ってしょっちゅうね、デモだとか集会とかやってる割にはね、全然響いてこないんですよね。お前らアホかって言ってることみんな同じじゃねえかと。全然労働組合、名前違っても同じだろうと。国民とかね、市民の先頭に立ってアピールしてくれと。あなたたちはそういう役目があるんですよって言いたいんだけど、仕事から言えないんで、こういうところに言ってるって話を、よろしくお願いします。では、ご指名読んで、お名前忘れてた。すいませんか。皆さんこんにちは。今日は新潟県平運動センターの代表して来ていません。個人参加です。今ほど高橋さんおっしゃったように、確かに全然僕らっていうかね、言葉が響かないっていうのがね、すごく思ってまして、例えばここに呼びかけて、皆さん僕らのことをどう思いますかって言っても、おそらくあまり関心を示さないと思うんですね。でどうやったら、関心示せるか、今日そのヒントが今日っていうか、こういう場に僕はもしかしたらあるんじゃないかなっていう思いで参加しています。であまりなんか怒りっていうのが大事だと思うんですね。でそれどう表現したらいいかっていう、で新磯子さんの書いた怒りの方法って本があるんですけども、ただ単にこうやってこれよって言うだけが怒りの方法じゃないんですね。静かに自分の言葉を伝えることができる、それでも怒りの方法ってのを伝えることができるってのがあると思うんですね。だから僕らのこの怒りをただ拳を突き上げるのは大事なんですけども、どうやったら伝えることができるかってことを、最近をよく考えているというか、そういったことが運動につながっていければいいかなと思っています。それで今日が4回目の因果付け命令ということなんですけども、実は2008年の自衛隊サミットがあった時に、弁天公園から出発して、1回こういった形で5月にデモ行進したことなんですね。松尾さん5回あ、言いました？いや、言いませんでした。あ、言いました。その時に東京から全般、全国、フリーター全般ローストが来て、一緒にデモ行進したんですけども、それを、新潟のインディーズ系名で1回としようみたいな感じで、なったと思うんで、実は僕の中では今日は第5回目 の, インディーズ系名でだと思っております。で人数的には例年大体こんな、僕も3年か2年ぶりぐらいに出るんですけども、大体このぐらいだと思うんですけども、でもすごく大事な人数もあれなんですけども、でもまずここに集まるってことが大事だと思ってます。で本当にざっくり僕らのすごいざっくりばらんなメンバーが集っておりますので、今日は個人参加者として楽しみたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
あのご指名ということなんで、渡辺福太郎君じゃ。あ、そう、あの、あ、ボタン、黄色いボタン、指のうち、ピストルみたいな、これ。こんにちは、法政大学の学生の渡辺と言います。そうですね、あの、インディーズ系命令、あの、やるということで、あの、新潟だと、こういう独立系の、あの、デモって珍しいなと思って、あの、参加しました。そうですね、ちょっと人数が少ないのが残念なんですけれども、やっぱり、あの、原発の事故があったりとか、あの、沖縄の基地問題があったりとか、やっぱり一人一人が無関心でいられない問題っていうのをやって声を上げていくか、あの、自分も今すごくどうやったら、まあ、声を広めていけるのかなっていうふうに考えているんですけども、でもやっぱりこうやって何回かデモを開いて、より多くの人にアピールして、どんどん参加してもらえればあのいいなっていうふうに思っていますし、はい、あのちょっとさっき起きたばっかりなので、ちょっとあんま目覚めてないんですけど、やっぱり沖縄が、まあ、日本に復帰してあの40年、あの今年で経ちましたけれども、やっぱり沖縄の問題っていうと、なんだかこう遠く離れた問題、そんな風にあの多くの人って捉えてるんじゃないかなっていう風に思います。沖縄でヘリパッドの建設があった時なんですけれども、あの私のちょっと友人が反対運動に加わってまして、それでやっぱり工事を建設しようってしてる人たちに対して、まあこう行かせないぞっていう、まあ、運動を繰り広げてたりしてるんですけれども、やっぱり沖縄の防衛省の人たちっていうのは、やっぱりそういう反対をしているのは一部のなんか変わった人間たちがやってることだっていうふうに取られてるんですよね。だけれども沖縄の基地の問題ってやっぱり日本みんなが考えていかなきゃいけない問題だなっていうふうにも感じてますし、だからこそ一人一人が関心を持たないといつまでも沖縄に負担を強いることになってしまうだろうし、やっぱりそういうことでなんか潜在的な加害者になってるんじゃないかなっていう、そんな思いも強く感じてますね。だからこそやっぱり一人一人が声を上げて、もっと意識を高く持って、持っていくことこそやっぱり、まあ、沖縄の人たちあるいは基地の問題について関心を持つことっていうのが、まあ、とても重要なんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、こういう声をもっともっと広めていくことはどうしたらいいのかなっていうのも考えつつも、やっぱりどんどんデモをやっていきたいなっていうふうにも思います。どうもありがとうございました。あと誰か喋りたい人はいらっしゃいませんか。はい、行きさせろ新潟の松井芳恵と言います。私はきっとこの中で一番年長だと思うんですが、1939年生まれで、引き上げも体験して、戦時体験かな、それも経験したものの一人です。で、今原発の問題やなんかがありますが、本当に原発の事故以来、一人一人が全国各地の中で自分の頭で考えて行動したり意見を出したりするようになってきているように思います。でその結果本当に運動の広がりの中で5月5日全原発の稼働をなくしたっていうことは、これも大きな運動の一つだと思うのですが、それにもかかわらず再稼働しようとする勢力がいるわけですよね。でそういう世界中に放射能をばらまいて、で地球の明日、子供の明日もないような状態を反省することもできないで再稼働しようとするような人たちを本当に国民や住民
たくさんの人たちで、声を上げて本当に日米安保を廃棄できるぐらいの勢力になりたいなといつも思っています。沖縄の問題についても、2月にできたんですけれども、本当に調べるほど沖縄は戦前1944年からもう本当に本土決戦の捨て石とされて、イラク戦争でも2003年から10年ぐらいまでずっと続いていたんですが、沖縄ではたった3ヶ月の間に、南部戦績では10万人ぐらいの人たちが、住民が死んでいるんですね。でそのあと土地をみんな取り上げられて、で日本が独立するときには逆に切り捨てられて、その間に日本にあった基地も沖縄にどんどん配備されて、それで現在 75% の基地が分からない間にその沖縄に置き去りにされているということがあります。で72年に本当に大運動で、本土復帰を果たしたのに、結局本土の沖縄化が一層進んだわけですよね。でそういうことの中で今アメリカは、日本軍全土に米軍基地を置いて、アメリカの戦略の形を変えてアジアを取り巻いていますが、実は中国とは経済関係ではとても仲良しで喧嘩している状態ではないんですね。でもオバマの後ろについている世界の 1% の人たち、その人たちがお金を儲けるためにその世界中にいるんだと思っています。それで今では戦前では沖縄は本土の捨て石にされたんですが、今日本全体がアメリカの捨て石にされて中国を取り囲むような形でいます。本当はアメリカと中国は喧嘩なんかできない相手なんですが、そういう形で、お金を儲けて仮想敵を作って、お金を儲けようとする人たちの勢力が頑張っているわけですね。でその勢力は水俣の問題でも原発の問題でも沖縄の問題でもずっと一貫してそれがある。それを本当に大勢の力で声を上げて変えていければいいなと思うし、今でも若い人たちがたくさん声を上げ始めているので、それが私の年取った私の希望であります。以上です。あ、黄色いボタン。これ落ちるわけ。あ、これこれ。はい。あ、長岡から来た。今回4回目ですけど、去年は参加ちょっとねじなかったんですけど、今日で私は3回目です。いっぱい話して聞いてもらいたいことがあるんですけども。あんまり私ばっかり話してもあれですからあれなんですけど、この4年間私は最初の頃に来た時にこういうデモがあって、私は今の私は障害者なんですよね。生まれた時の障害者です。それでいろいろ苦しみもありましたけども、今はその障害を乗り越えようとするその努力を今やっています。それでもう2ヶ月ぐらいすると今度新潟に行きます。新潟でスペースビーチや障害者が働いている会社に行きます。そこで障害者の本を集めて何か事情を起こしたい、
起こしたいっていうことで仲間と一緒にどういうふうなことをやるかはまだあれなんですけど、そこで働いて障害者からこの世の中を変えていこうと、障害者を今まではいらないっていうか、いらないってことにはないんですけど、はい、障害者だからあんたはダメよっていうレッテルを貼られたんですけど、私はその障害者だから何が悪いんだ、障害者だって生きてるんだよ、働きたいんだよ、障害者の気持ちをもっと理解したい、国会議員してほしいと思います。それと私はここで皆さんといろいろ意見を取り合って、その障害者で事情を起こして、その事情でその障害者が生活できる、そしてその障害者でもこれだけのことができるんだって、それは1年2年じゃできませんけど、10年も20年もかかるかもしれないけど、それをコツコツとやり遂げていきたいと思って新潟に行きます。どうぞこれからもよろしくお願いします。誰か持ってくる、今だって私喋りますので、ちょっと持っててください。お願いします。中引きしてんの、はい、青年の半分がもう非正規だと言われてます。で、
資本家、会社は何を考えているかというと、もう9割ね、非正規でいいんだと、1割正社員で9割非正規、そういう社会にしようとしてるんですね。でこれで、まあ、本当に社会的には本当に資本家がね、労働者食わせられない、そういう時代になってるということです。で本当に、非正規の労働者、怒りいっぱいですよね。でいつクビになるか分からないし、そういう状態で、結婚できなかったり、子供を作るのがためらったり、まあね、その家建てるって言ったってローン組めないとかね、そういう話になってくるわけです。そういうような中で、やっぱり、本当にこの社会を変えようという声を上げていくって必要があるというのをまず言いたいと思って、で本当にね、非正規の労働者の怒りはあるんですけど、立ち上がるっていうのはなかなか難しいという中でね、本当にその声を上げてくる人たちとね、結びついて一緒に資本と会社と戦っていくという取り組みをこれからもしていきたいと思っております。まあ、命令ということで、労働者の立場からしてもね、そういう本当に規制のね、連合とか、なかなかこう規制の指導部が戦えない中で、本当に現場の怒りの声を集めてやっていきたいというふうに思ってます。でもう一つはやっぱり原発ですよね。で原発で働いている労働者が今、50機ですよね。4機はまあ4機、もちろん4機廃炉に向かってってことですが、そこでもまた働いている人いるんですけども、その自爆労働しながら働いているという現実をやっぱり見据えていく必要があると思います。で本当にそういう労働を許さない立場で私たちも戦っていきたいと思ってます。本当に被爆しながらね、働かなきゃいけないっていう、そういう労働は本当にありえないと思うんですね。誰かが現場で働いてきた人が言ってましたけど、 2,3 分しか仕事ができないようなね、現場に行かされるって言うんですよ。で占領権持たされて、でもう代わり番号に仕事すると、だから一日中働けないんですよね。でそういうような仕事をさせられてるっていう現実をやっぱり見ていく必要があるし、だからこそ今こそね、廃炉に向かって声を上げていきたいなというふうに思います。皆さんとともに今日一日、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、じゃあ最後に、あ、ちょうど今石山さんがいらっしゃいましたので、石山さん、ちょっと喋って、うん、何でもいい、その今の活動、いや、喋ってもらうと困るわ。喋って。石山です。今、いくつか、脱原発といいますか、原発に関わる問題で取り組んでいるんですが、一つはですね、福島から新潟へ避難されている避難の方がおられまして、孤立先生という、まあ、私たちもずっと前から関わって、来られて、こうしてお呼びしたりなんかしてるんですが、大阪の方、阪南病院の方から出られて、大阪医大の大阪大学の医学部で、形成大、いわゆる放射線の人間に伝わる影響ということで、研究されておられる方を新潟へお呼びしてですね、今の福島の状況とか、それから今どういう、例えば岩佐の大量放射線で問題がありましたけども、子どもたちに与える影響を具体的にどういうふうに考えたらいいのか、どういう現在の医療をやったらいいのかということをですね、各地で、お話し会を持って、やっていただきたいということで、そういう取り組みをしています。まあこれは福島からの避難されている方とか、そういう人たちが対象になりますけども、こういう状況をですね、ぜひ紹介して、理解をしていただきたいというふうに思いますし、原発というのがもう本当にこの状況がですね、ずっと長く続くという、これは本当に否定できない、考えなきゃいけない、これからもずっと私たちが対応していかなきゃいけないことだろうと私は思っています。ということですので、ぜひ新潟お住まいの方もですね、ぜひ理解
いただいて、近くにですね、お近くにあの福島の方から避難されている方のお話を聞かれましたら、こういうこともあるということで、ぜひあの紹介をしていただきながら、これからもですね、あの福島原発、それから新潟には柏崎刈羽があるわけですから、これの再稼働を止めるためにですね、で止めながら、再利用を持っていくという、こういう運動をやっぱり、これからずっと続けていかなきゃいけないんじゃないか、すぐ止まればもちろんいいわけですけども、なかなかそうはいかないような状況ですので、ぜひそういうこともですね、含めて、これから私たちは動いていかなきゃいけないということをアピールしておきたいと思います。キャンセルってのをおっしゃったけど、大丈夫
影響が大きなものがあります。このように私たちは託されたことが随分多くあります。そしてこの託されたことによって儲けることがこれからそこに儲けるために追いやられていると平均値に合えるとこういうふうなことが日本の中では行われているんじゃないでしょうか。景気が悪いとか言って大企業は低賃金に追いやっています。しかし既に報道にもありましたけど日本の貿易収支がそして経済の利益は非常に大きなものがあります。皆さん、昨年の原発事故で分かるように、本当のことを、今の人たちはまだまだ話していません。そして、考えていません。当然の大きな加害責任を国が肩代わりする。いや、あの、ちょっとも歩かない。いや、全然遅れた。そして、大きな会社の方へ届けようではありませんか。変わらず、受験生の連発
皆様の署名、どうかよろしくお願いいたします。どうか、皆さんもどうか署名よろしくお願いいたします。以外の問題も、直ちに解決しないといけない問題で、どうか、足を止めていただきまして、署名をよろしくお願いいたします。全く信じていません。全く何も動かない。日本政府を動かすためには、皆様の署名がどうしても必要でございます。
これまだバスどこか子供にあげればいい。早かったね。あ、まあこんなもんでしょう。こんなもんだね。こんなもんですね。こんなもんでしょう。はい、これで中継は今日は終わりです。皆さんありがとうございました。